仕事と育児の両立が大変なのも、会社を休めない状況なのもわかるわ。でも全部こっちに丸投げておかしいと思うんだけど。そんなの困っているんだから、助け合うのが家族だろう。まどかだってしょっちゅう飲み会に行っているわけじゃないの。少しくらい息抜きしたっていいじゃない。もうここは私の居場所じゃない。私は義実家を出ることにしました。誰だこんな時間に。サナエ、母さん起きろ、サナエが帰ってきたぞ。というわけなの。夜中にごめんね。なんだそれは。義両親も悪い人ではないのだけど、でも亮が私は母親になれないって。何言ってるの。実の母親でも子供のお世話は大変で、何度も逃げ出したくなるものなのよ。それくらい育児って大変なの。修也君はお姉さんにとっては自分の子でも、あなたにとっては無理やり頼まれた他人の子。あなたの母性の話とは全く別物よ。義両親も悪気がなければ悪い人じゃないっていうのは違うわ。あなたは辛い思いをしている。そこを見過ごさないで、しっかり改めてもらわないとね。うん、お母さんありがとう。実はね、お母さんも昔お父さんの実家で同居していたことがあってね。知らなかった。亡くなったおばあちゃんからの嫁いびりがひどくてね。ここだけの話、お父さんも相当のマザコンだったんだけどね。それでも最後はお母さんを優先して同居を解消してくれたの。嫁を守らない旦那なんていらないわ。あなたはまだ若いんだし、亮さんがあなたを守ってくれないのであれば離婚しなさい。わかった。何がそんなに嫌だったんだろう。玉の修也の面倒が無理なら子供なんて持てないじゃないか。まあ仕事のことでイライラしていたのかもしれないし、体調もまだ良くなかったのかも。実家でゆっくりすれば機嫌も治るだろう。姉ちゃん、なんだよこんな夜中に。お母さんたちはもう寝てる。まどか、どうしたの。修也に失神があるの。私明日の朝仕事で早いから、今日このまま修也泊まらせてくれる。朝一で皮膚科に連れて行ってから保育園にお願いね。りょう、どうしたの。修也かゆいみたいで泣き止まないのよ。タオル冷やして持ってきてくれる。早く。修也すごい汗ね。りょう、修也の体をタオルで拭いて着替えさせて。はあ、やだよ。お願い、私もお父さんも腰や膝が悪いから辛いのよ。おむつも替えて、あやして。それからりょう、さなえちゃんいつ帰ってくるの。しばらく実家に泊まるって。そう。翌朝、義両親はとんでもない行動に出たのです。今日さなえちゃんは会社に行きましたけれど、この子娘のまどかの子で、修也というのですけど。さなえから聞いております。私たちこの子の世話で昨晩一睡もしていなくて、今皮膚科に行ったのですけれど、炎症がひどいので保育園をお休みさせるようにと言われて。でも私たちの体力ではこの子を丸一日預かることができないので、どうかご協力いただけないでしょうか。はあ、まどかさんの旦那さんやお姑さんにお話しされたんですか。まずはそちらを当たって、ダメなら病児保育なども当たって、それでもどうしても難しければその時に再度ご連絡ください。では。って、お父さんが追い返しちゃったのよ。実家にまで来るんだ。心配かけてごめんね。ちょっと寮に連絡してみる。寮に連絡、全部お母さんからだ。さなえちゃん、修也が大変なの。修也っていつも飲んでいるのは水。ゆうべは一睡もできませんでした。今日はこっちに帰ってこれませんか。メッセージ見てないの。無視するなんてひどくないかしら。私の気持ちや事情はどうでもいいんだ。そんな場所にはもう帰れない。寮へ今日義実家で今後のことについて話し合いたいと思います。お姉さんも同席願います。義両親にもお伝えください。よし、このままじゃいけない。私は戦うことを決めました。まず今回のことで私は離婚も考えています。え、離婚なんで。そうよ、さなえちゃん、離婚なんて。どうしてお姉さんは育児の大変なところをすべて実家に丸投げなんですか。私はまだ子供がいないし、本当の育児の大変さはわからないかもしれません。でももう限界なんです。え、どういうこと。お母さんたちには修也の面倒をお願いしたけど。知らないんですか。修也くんのおむつ替えやお風呂、夜泣き対応や病院に連れて行くのも全て私がやっていたんですよ。そうなの。私たちも協力してあげたいけど、
体中ガタが来ていて、赤ちゃんのお世話をこなすのは難しいのよ。そっか、私はてっきり。でも亮は？亮は手伝ってくれなかったの？赤ん坊なんて怖くて面倒見れねえよ。修也だって俺より早苗の方が懐いてるし。早苗もさ、深刻に考えないで横練習だと思えばいいんだよ。家族なんだし助け合おうぜ。ふざけないでいただきたい。うちの娘を何だと思っているんですか。横練習、深刻に考えるな。亮君、君は何を言っているんだ。あ、いえ、家族だから助け合う。だったらまどかさんの旦那さんは、お姑さんは、なんで家族なのに助け合っていないんですか。それは、家族だからなんて体のいい言葉を使って早苗の優しさにつけ込んでいるだけじゃないですか。そんなに大変な思いをしているとは思っていなくて。咳がひどくて薬を飲もうとすることをはばかられることが大変な思いをしていないと。すいません、これからは俺ももっと協力して。もういい。亮、私に言ったよね。毎日じゃないんだから大変じゃない。大変だって思うなら母親になれないって。それを聞いて、親になれるなれないじゃない、こんなことを言う人の子供は欲しくないって思ったの。そんな、ごめん、俺もっとちゃんとするから。わかった。でも結婚生活を継続したいのであれば別居、これが条件です。そんな。嫌なら離婚でいいわ。でもこれから両親だってますます年を取るし、みんなで支え合って。支え合うって、それぞれが自立した上で成立するものだよね。誰かを当てにして成り立つ関係は支え合うじゃなくて依存するだと思うんだけど。わかった。あと、もし修也くんのことで困った時は最初に旦那さんやお姑さんにご相談なさってください。次にダメなら公的機関、義両親にお願いして、それでもダメなら寮が動いてください。どれだけ手を尽くしてもダメな場合のみ私が助けます。お姉さんがお忙しいのも事情があるのもわかりますが、私にも仕事があり事情があります。私の助けを当てにした上での育児と仕事の両立はもう引き受けできません。それだけはご理解ください。今日は引っ越しの手伝いありがとう。この間は結局私もお父さんとお母さんに助けてもらっちゃったね。お姉さんのこと言えないのかなって思った。親っていうものはね、いつも子供の幸せを考えているものなの。お母さんにとっても大切な娘さんのことを考えてのことだったのよね。でもそこに盲目になりすぎず、周りを冷静に見渡せる客観性が必要なのかもね。そういえばその後お姉さんは時短勤務にして同居を解消するって。西の事情は詳しくは知りませんが、私は新しい家で心を入れ替えた旦那と心機一転頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。